東京直結鉄道。東京直結鉄道は、東京都市計画都市高速鉄道第8号線、現在の東京地下鉄有楽町線などの延伸高層区間における故障である。東京直結鉄道という名称は、千葉県野田市や埼玉県吉川市などから、東京に直結する鉄道の意であり、主に沿線自治体から、東京直結鉄道と呼ばれているが、 東京8号線延伸構想線の正式な名称ではない。主に東京8号線延伸構想線の埼玉県内、千葉県内、茨城県内の区間を指す。本記事では8号線のほか、一部重複する11号線、東京地下鉄、半蔵門線の延伸構想についても触れる。東京都江東区の豊洲駅より以下のルートで検討されている。は 構想路線、イコールは、季節路線、対話、計画路線。豊洲亀有間以外は、具体的なルート計画はなく、また豊洲亀有間のルートも詳細な整備計画は、決定されていない。駅名もすべて過小であり、途中駅も未定である。豊洲駅東洋町駅間、東洋町駅住吉駅間に一駅ずつ、八潮駅の出し駅間に、七駅新設することが、構想されている。 2000年、平成12年に出された、運輸政策審議会答申第18号で8号線は、目標年次、2015年までに整備着手することが、適当である路線として、等身路線の中に盛り込まれているものの、同等申には、今後開業する常磐新線、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの投資効果を、減災しないよう留意して、着工区間、時期等を決定するとしており、 8号線の延伸構想は具体化されていない。建設費は押上野田市間で約5、800億円と試算されている。郊外地域では埼玉県内や千葉県内の沿線自治体、とりわけ、つくばエクスプレス線の直接の恩恵が薄く、東京へ直通する列車も存在しない。野田市がこの構想を実現させようと熱望しているが、蒸気のような制限もあるため、 野田市などの沿線自治体は、独自に、八号線を、八潮駅から、つくばエクスプレス線と直通運転する案、北綾瀬駅から千代田線と直通運転する案などを出し、なんとか誘致しようとしている。しかし、現段階では、建設主体さえ具体化していない。東京地下鉄、東京メトロは、将来の株式上場を控え、有利子負債を圧縮したいとの意向から、 建設距離に対して乗客数が少ない郊外部での新規路線の建設には消極的であり、仮に建設するのであれば、埼玉高速鉄道のような第三セクター方式や上下分離方式の採用が必要であると言われてを、地元の相当な負担は避けられない情勢である。また、合併前から鉄道がない茨城県万堂市には、野田市などの構想にさらに相乗りする形で、 8号線を、さらに、利根川を越えて、岩井地区、旧、岩井市まで延伸させようという構想もあり、岩井市時代から、地下鉄8号線誘致促進協議会という会が存在している。また、坂道市からさらに、つくば市まで延伸させる構想もある。このほか、坂道市を含む県西地域では、下妻市方面への延伸を求める協議会が設立されている。ただし、 いずれの案にしても、茨城県内に入ると、石岡市にある気象庁地磁気観測所の半径 30km 圏内にり、通常の直流電化ができないため、交流電化もしくは特殊な方式、内防線で採用された直々デッドセクション方式での直流電化が必要となる。江東区内の豊洲駅住吉駅間約メートルは、この区間の地下鉄実現を、 江東区が区の長期計画において重点プロジェクトの一つとして位置づけている。2019年、令和元年現在、江東区内に限っては、鉄道による南北の移動は、都営地下鉄大江戸線の森下駅門前、中町駅間のみで、隣接する江戸川区を含めても、南北に移動できる鉄道が他にない。江東区は遠心促進シンポジウムを開催するなど、 積極的に計画を進めようとしている。中央区の築地市場を豊洲に移転する際の受け入れ条件にもなっている。2007年、平成19年には、江東区が独自に豊洲住吉間の調査を開始した。その後、2013年、平成25年に、東京8号線豊洲住吉間事業家検討委員会が発表した調査概要にて、 具体的なルートなどの計画が明らかとなった。この調査概要では、施設は江東区などが出資する第3セクターが保有し、列車の運行は東京地下鉄が行う、いわゆる上下分離方式とされている。この概要では2015年度に着工し、2025年度の開業を目標としており、2020年東京オリンピックの招致成功を受け、前倒しする。 可能性もあると担当者が語っていたが、予定の2015年度になっても着工されていない。2015年、平成27年3月、東京都は東区間を含む5路線を、整備効果が高い路線とし、2015年度の運輸、政策審議会答申に向けたとの見解を取りまとめる、方針であると発表され、同年7月、まとめに、中間報告の通り、東京8号線延伸。 豊洲住吉間について、整備について優先して検討すべき路線として、挙げられた5路線のうちの一つとされた。2019年には、国土交通省が調査結果を公表し、この区間を、事業性が高い路線と位置づけた。8号線構想区間のうち、住吉駅四次間は11号線、東京地下鉄、半蔵門線の延伸区間にもあたり、このうち、 住吉駅押上駅間が英断地下鉄時代の2003年、平成15年に半蔵門線として開業している。また、11号線は四次から分岐して松戸駅まで延伸する構想であるが、こちらも具体的な計画は進んでいない。なお、建設費は押上松戸間で約3、800億円と試算されている。東京地下鉄では、 半蔵門線について、2003年、平成15年の押上げ延伸をもって、全線開業としている。東京地下鉄道副都心線建設し、東京地下鉄、2009年などに、付属の地図では、押上げから、東向島駅方面に北進し、北東に向きを変えて四次木橋の上流側で、荒川を渡り、引船川とをなぞるように北北東へ向きを変え、 お花茶屋駅付近で、京成本線と交差し、亀有駅に向かう計画ルートが示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。